山本雄大、ほ、の成績。誰かの弟子、誰かの弟子。控えに2軍に松尾と柱がいるらしい。急に出てきたな。横浜は保守が生えてくるチーム。もう戸柱は見ることはなさそうやね。峰井が FA しなかったら、この選手がもしかしたら出番すら与えられていなかったことを考えると震える。独立にこれがいた現実。もう少し計算できる投手がいればマジで優勝できると思う。パリーグから投手獲得してきそうな気がする。松尾を使わないのはもったいないからコンバートさせたいところだが、キャッチャーだと存在価値爆上がりやし、悩ましいところだな。戸柱の存在価値も左打ちってだけな気がする。山本の年俸2300万らしいが、この調子でいけば再来年くらいには億プレイヤーいけるかな。でも惜しいよな、せっかく取った松尾こいつに勝てない限り出番ないやん。山本はさすがに打席数が足らんで首位打者は無理やと思う。高校の同級生キャッチャーもプロ入りしてるとか。就任初年度から山本使ってたのは三浦、本当に偉い。一昨年、せめて去年の中継ぎがいれば今頃抜けてただろうにな。ご視聴ありがとうございました。